ったか？見かけたが会わないように避けた。彼女は志賀騎士であり代理団長でもある。俺を警戒している。気をつけなければ彼女の調査対象になってしまうだろう。ところで魔物は片付けたが情報はなかった。そっちは何か収穫があったか？なるほど。これで最古の幸運期の全貌も少しはつかめるだろう。え、本当か？王老から聞いたことだけで？それだけではない。もっと全体的に考えた上で出した結論だ。例えば貴様たちが教会で聞いた歴史について。そうだ、そのシスターから聞いた暴君の遺恨に関する事件だ。試練で損傷した後、さまよい続けて旧モンドの廃墟までたどり着いた。人が近づくとミサイルを発射してたけど、ある日ついに壊れて、その天から降る火の玉もなくなったんじゃないか。当時のモンドの人はあまり遺跡周囲を見たことなかったから、暴君の遺恨って呼ぶようになったんだと思うぞ。どうやら次は風流廃墟と呼ばれるあの場所に行って詳しく調査する必要があるようだ。うん？それはどういう意味だ？それって、ああ、わかったぞ。あの高塔に居座る守衛は確かに印象深かったな。素資格を使っても意味はない。動作のエネルギーが元素ではないからだ。俺が試してみよう。完了だ。あ、これはアビスの使徒がずっと探していた最古の幸運期の目だ。今まだ残っている遺跡守衛は全てこのプロトタイプのレプリカ。その戦闘力は計り知れない。プロトタイプ？難しい単語だな。カンルイヤの用語か？アビス教団の思惑通り、目を汚れた逆さ心臓の手に置けば渦の魔人オセルの死体をつなぎ、機械魔人を創造することで天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。ああ。じゃあこの目はどうするんだ？
が保管する。ダイン、それを使って悪いことを企んでたりしないよな。疑いたければ好きにしろ。俺はその力が利用されないために確保する必要がある。他の場所に隠しても見つかる。教会も信用できない。おう。それだけではない。不安要素を残さないよう、あの汚れた逆さ心臓を処理しておく必要がある。教会に介入させるつもりはない。俺たちだけで終わらせる。処理とはつまり破壊することだ。破壊？あの七天神像を？価値のある文化物だぞ。本物の神が、バーバラが知ったら今度こそ失神するぞ。七神のものを俺が守る義務があるのか。あの遺跡へ戻って逆さの心臓を破壊する。それに運が良ければアビスの使徒とも会える。俺がいれば今度こそ奴は逃げられない。着いたようだな。海水体、実に不快な部屋だ。貴様の言う不気味の意味が理解できた。やっぱり怖い。気をつけろ。汚れた逆さ心臓に汚されるな。アビスの使徒もここにいる。やはり勘が鋭い。相変わらずしつこいな。教団の敵、ダインスレイブよ。その体から漂う恐ろしい血生臭さ、漆黒の悪夢からのものか、それともなるほど、実に危険だ。この腐敗の匂い、よく知っている。どうやらお前も
我々と同じ危険なものであるようだ。しかし教団以外の危険は檻に閉ざされているはず。ち、その下腐敗しきっているようだな。切り落とす。
してダインと一緒に。一緒にいちゃダメ。その人は私の敵。ホタル。これは言わなきゃいけないことなの、ソラ。ダインと一緒に私を、アビスを阻止しないで。その人、ダインスレイブは最後のカーン・ルイヤ宮廷親衛隊末光の剣。500年前、彼はカーン・ルイヤの滅亡を阻止できなかった。その時に不死の呪いをかけられ、荒野をさまよった。彼が守ろうとした民がアビスの怪物になるのを見ながら。ダインがカーン・ルイヤ人だって？ 500 年前に滅びたあのカーン・ルイヤ人？それに民が怪物になるって、今のアビス教団はカーン・ルイヤと関係があるどころかカーン・ルイヤの移民だったのか？ダインはお前の敵って、何が何だかわからないぞ。いえ、もちろん空がいる場所が家だよ。でも私はまだ空と次の世界に行けない。少なくとも今はできない。アビスが鎌倉を下す前にまだ天理との戦いが残ってる。聞いて、ソラ。私はすでに一度旅をした。だから、ソラも私と同じように終点にたどり着けば、この世界の淀みを見届けることができる。私たちがいずれ再会する。急ぐことはないよ、ソラ。待つだけの時間が十分にある。私たちには十分時間がある。一番高いかどうかはわからないけど、
それとお前の妹さんが鎌倉を下し天理と戦うのが目的だって言ってたけど、どういう意味なんだろう。七神と七国を滅ぼすってことなのか。あとアビス教団の怪物はカーンルイエの民が歪んでできた化け物だった。これは恐ろしいことだぞ。ダインはカーンルイヤ人で500年前に全てを経験した。でも怪物にはなってなくて、500年経った今ではアビス教団と対峙している。それってお前の妹さんが言ってたダインは私の敵って意味だよな。でもアビス教団の怪物が当時のダインが守ろうとした民なら、どうしてダインはアビス教団と敵対してるんだ。それに一緒に探してた妹さんもどうしてアビス教団に協力してるんだろう。おお、そうだな。ひとまず元気出していこうぜ。オイラたちの旅は終わってない。出発しよう。こんな嫌な場所から出て、日差しの差す明るい地上へ。お前の妹さんが終点にたどり着けって言うなら、たどり着いてやろうぜ。旅人